はい、それではこちらの論文について長岡技術科学大学の小林先生が紹介します。まずこちらの論文なんですけども、まあ、提案しているのが、まあ、自動的に獲得された、まあ、語彙知識に基づいて、まあ、携帯S解析と、まあ、かかりゆき解析の、まあ、共同モデルっていうのを、まあ、提案しています。まあ、それによって、まあ、従来のパイプラインモデルよりも、まあ、その携帯S解析と、まあ、かかりゆき解析を共同で行うことの有効性っていうものを、まあ、証明しています。まず初めになんですけども日本語であったり中国語のようにセグメント化されていない言語の解析においては、まず携帯素解析をしてから、まず後続のかかりゆき解析であったり述語引数構造の解析というものが行われます。この今パイプラインでつながることによって、まあ、携帯素解析の、まあ、誤りっていうのが、まあ、後続の解析に、まあ、伝播してしまうという問題点があります。まあ、このような問題は、まあ、携帯素解析の時に、まあまあ、セグメント化されていないので、まあ、単語分割するときにその文脈の情報を用いないと、まあ、正しくできないっていう例があるので、そのようなエラーが生じてしまいます。まあ、具体的には、まあ、可能性があるかないかわからないといった場合に、まあ、2つの分け方があるとして、まあ、存在するか、まあ、A の場合は存在するかどうかわからないで、まあ、B の場合は、まあ、歩くかわからないっていうので、歩かないだけだと、まあ、どっちになるかわからないんですけども、まあ、文脈を見ると、まあ、可能性っていうものが歩くっていうことは考えられないので、まあ、A が正しいということが、まあ、文脈的にわかります。まあ、このように、まあ、文脈の情報も重要、あの携帯解析においてまあ重要なので、まあ、自動的に獲得したまあ語彙知識用いて、まあ、携帯解析とかかりゆき解析をまあ一緒にやろうっていうのが、まあ、この論文で提案しているモデルになります。まあ、ここで言っているまあ語彙知識っていうものは、まあ、各フレームがメインなんですけども、あとは名詞と述語のまあかかりゆき関係のまあ狂気確率と、あとまあ単語埋め込みになります。まあ、特にまあ各フレームにおいては、まあ、構文的な曖昧性というものを解消する上で非常に有効なものになります。まあ、関連研究では、ヘブライ語とアラビア語で、まあ、ラティス解析法というものが、まあ、提案されていたり、まあ、語彙知識を用いないで、まあ、共同解析モデルというものを提案している部分もあります。で、まず最初に核フレームなんですけども、まあ、核フレームを使って何をするかっていうと、まあ、述語引数構造のまあ妥当性っていうものを、まあ、核フレームによってまあ評価します。まあ、今回用いているのは、こちらの論文のまあ構築方法で、まあ、簡単な流れを言うと、まあ、携帯素解析とかかりゆき解析を、まあ、10万と、まあ、KNP で行って、まあ、その中で、まあ、エラーの影響というものをなくすために、まあ、曖昧性のない、まあ、信頼性の高い、まあ、述語引数構造だけを、まあ、抽出して用います。で、まあ、似ている前と構造のものを、まあ、同じものとして、まあ、識別して、まあ、扱っていくという形になります。で、核フレームはまあ1億分の、まあ、100億分のまあ日本語の文章から、まあ、約10万のまあ核フレームが取得されています。で、名詞と述語のまあ依存関係のまあ確率、狂気確率なんですけども、まあ、述語引数構造でまあ捉えられないまあかかりゆき関係を評価するために今用います。まあ、述語引数構造だと、まあ、そのまあまあ主に核要素とまあその述語のまあ関係をまあ示すんですけども、まあ、その他にもかかりゆき関係では、
まあ、その複合名詞をなすためのなんか、まあ、名詞と名詞の関係であったり、あとは述語がつながっているような、まあ、その述語と述語の関係っていうものを表すために、まあ、この表記確率っていうものを用います。で、まあ、今回用いているものは、まあ、日本語のウェブコーパスから、まあ、16億文からまあ取得しています。で、まあ、単語読み込みは、まあ、単語と単語列の、まあ、類似度を計算するために使っていて、ワードトゥーベックで、まあ、こちらの論文の、まあ、手法を用いて、まあ、1億文をもとに、まあ、訓練して、まあ、類似度を計算します。で、まあ、共同解析モデルなんですけども、まあ、共同解析モデルは主に、まあ、幅広く、共同解析モデルにおいて、まあ、広く使われているのが、まあ CKY アルゴリズムというもので、で、まあ、このアルゴリズムをこの論文でも用いています。で、このモデルの出力は、まあ、単語と文節と、まあ、係り解析の、まあ、全ての結果を含む、まあ、最適な解析ツリーというものを出力します。で、共同解析モデルの、まあ、手順なんですけども、まず、文章の中で、まあ、候補の単語を全部、このように、可能性があるかないかっていうのを、まあ、入力したとしたら、まず、可能性で文字ずつに、まあ、単語格子を作って、まあ、その次に、まあ、2番で、まあ、5個の生成で、まあ、それが、まあ、くっつくかどうか、まあ、くっついて、まあ、可能っていうものを、作るかっていうのをまず、やって、まあ、最小限の、まあ、サブツリーっていうものを作ります。で、まあ、その次に、隣接する、まあ、サブツリーのペアをマージしていって、新しいペアを作ります。ここでは、先ほどの段階で、まあ、可能ができているので、まあ、その可能と、まあ、この、性が、まあ、くっつくというか、まあ、語句として、まあ、捉えられるかで、まあ、捉える場合には、まあ、こう、また新しく作って、まあ、どんどんくっつくかっていうのをやっていきます。で、まあ、入力文全体が、まあまあ、ツリーの形になるように、やっていきます。で、まあ、次に、まあ、まあ、歩く、向かって左側が、存在するかないかっていうので、右側その歩くに着目して、まあ、その複数、やってるんですけども、まあ、そのこの曖昧性によって、まあ、そのツリーがその分できている。まして、まあ、その時に複数できた時に、まあ、その中でどれが一番もっともらしいかっていうのを判断するために、まあ、一番、スコアを求めるんですけども、このスコアが最も高いものが、生成された中で、まあ、最終的にまあ出力として、まあ、得られるキーになります。で、まあ、スコアの計算の方法なんですけども、まあ、こちらの式に求められていて、まあ、特徴の重みとその特徴の、まあ、関数、まあ、R5 のその関数っていうのを使って、まあ、それを全部足したものが、まあ、その高分岐の、スコアになって、まあ、そのスコアを計算、比較して最終的な結果を出します。はい。で、そのスコアを出すための学習としては、特徴量を初期化して、まあ、訓練コーパス内の各文の各、先ほどの、単語ごとに分けてそれをくっつけたものを入力して、まあ、その時に得られる高分岐があって、その高分岐が、正解の高分岐とどれだけ近いかっていうのを比較して、最も近いものを答えとして
それが一番値が高くなるように、まあ、どんどん学習していって、まあ、その際に、まあ特徴の重みなどをまあ計算していき、まあ最適化していきます。で、まあ実験なんですけども、まあ、2つのコーパスを使って、まあ、訓練セットと、まあ、テストセットに分けています。まあ、分けている内訳はこれ、こちらになっていて、まあ、訓練セットは、ニュースとウェブ、まあ、それぞれ、まあ、そう呼んでるんですけども、まあ、それらを、合わせた、まあ、大体、まあ、7000の、まあ、まあ、記事のものを、まあ、訓練として使っています。で評価は、まあ、それぞれの、対応するもので、まあ、評価を行っています。でまあ今回その、共同解析モデルと比較するのが、まあ、KNP と、まあ、かぼちゃの、まあ、一番新しい、まあ、システムになります。で、まあ評価するのはまあ、経済層解析の段階で、まあ、行う、まあ単語分割の精度と、まあ、あと単語分割から、フォスのタグ付けまでの、まあ、精度と、まあ、あとそれ以上の、まあ、細かいやつ、細かい、まあ、フォスであったり、まあ基本形の定時で、それ下が、かかり泳ぎ解析の、あれで、分節区議であったり、まあ、かかり系の精度がどれだけいいかっていう、まあ、5つの点で、まあ、比較を行っています。で、まあ、比較結果なんですけども、まあ KNP とかぼちゃ、がつながっている、まあ、これはに関しては、まあ、KNP とかぼちゃの両方のシステムで、まあ、より良い、の方で、一番いい結果を導出しているので、まあ、今既存にあるそのパイプラインのもので、今回 の、 その共同解析モデルを比較するためにあります。まあ、アワーモデルの、この WO/LK っていうのは、まあ語彙知識がない、モデル、用いないでやったモデルで、まあ、核フレームとかを使っていないで、まあ、やったものになります。まあ、その結果から、語彙知識を用いてやったものが、まあ、既存のツールよりも、まあ、高い精度で、解析が行われているとか分かります。まあ、最初の段階でも携帯素解析の段階でも、まあ、基本形の定時であったり、細かい、まあ、フォスも、わずかに、性能向上を示していて、まあ、それによって、まあ、高段の解析であっても、まあ、分節区域が正しくできて、かかり受け解析も、まあ、より高い精度で行えるようになっています。で、まあ今回の共同解析モデルによって、今まで、KNP であったりかぼちゃではできなかったものができるようになった例では、まあ、この2つの文章があって、まあ、でと思うがものが分かれてしまっていいものが、まあ、本当はデモっていう一つの単語として取らなきゃいけないものを、まあ、正しく捉えることができていたり、おいとめいっていう、まあ、その並列の意味があるのに、まあ、正しくでき、単語分割できなかったことを、まあ、その文脈の情報を使って、まあ、正しく単語分割ができるようになっています。まあ、結論なんですけども、まあ、自動獲得した、まあ核フレームとい、まあ、核フレームなどの、まあ、語彙知識を基づいて、まあ、携帯素解析と、まあ、かかり泳ぎ解析を行うことによって、まあ、従来のパイプラインモデルに比べて、かかり泳ぎ解析やっている携帯素解析の、まあ、性能が、まあ、向上することができて、まあ、その共同解析モデルの、まあ、有効性というものを示すことができました。
まあ、今後の展望としては、今回得られたその語彙知識っていうものをニューラルネットワークモデルに組み込むことに取り組んでいくと述べられていました。以上で終わります。